オースティン・ワトソンは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ジョージア州コロンバス出身。エグゼビア、ウッズのリングネームで WWE に所属している。2004年に、ジョージア州のスプレーベリー高校を卒業。同年、サウスカロライナ州のファーマン大学に入学し、心理学と哲学を専攻。2008年に、心理学と哲学の学位を満了し、卒業。2005年、 ハーマン大学に通っている間、ワトソンは、プロレスラーとしてのキャリアに備えて、ロブ・アドニスが主催している、アルティメット・クリスチャンレスリング・プロモーションでトレーニングを開始。サウスカロライナ州、グリーンビルが拠点である、ワールドレスリング・カウンシルに遠征時、NWA 加盟団体を渡り歩いてきた、ブロディレイ・ジェイスから映画、ロッキーシリーズに登場する、アポロ・クリードを元にしたギミックを与えられる。 同年 NWA アナーキーに入団。リングネームをオースティン・クリードとし、ヘイデン・ヤングとオーサム・アトラクションというタッグチームを結成。2007年に NWA アナーキータッグチーム王座をダッシュ。また2006年にはファンの投票によって決まるモーストポピュラーレスラーに輝いた。2007年6月 DSW に参戦し、 WWE に所属した経験があるアサシンから DSW ヘビー級王座をダッシュ。2007年ティネと契約。コンシュクエンスクリードとリングネームを改める。参戦してすぐにティネインパクトでのテレビデビュー、PPV での登場などを活躍を見せた。2009年に J リーサルとタッグを結成し、ビアマネーからティネ世界タッグチーム王座をダッシュ。十年三月に ティネカイコとなる。4月に新日本プロレスに参戦。J スポーツクラウン無差別級6人、タッグトーナメントでマカベガタナギと、本間友明アキラと組んだが優勝には手が届かなかった。2010年7月、WWE とディベロップメント契約、リングネームをエグゼビアウッズとし、FCW に所属。11月にウェスブリスコとタッグを組んで、 FCW フロリダタッグチーム王座をダッシュした。2012年 FCW が新人発掘番組である NXT と合併したことにより申請 NXT に移行し出場機会は減少するも2013年1月26日に PPV であるロイヤルランブル2013前日のファン感謝祭にて NXT 所属のレスラーから一人が ロイヤル・ランブルマッチに出場できる権利を得ることができる8人制ワンデートーナメントに出場。テレビショーでは試合は組まれないものの PV などでアピールを続けた。6月19日放送のテレビショーにてジェイク・カーアッターと対戦して勝利した。8月14日にはザ・シールドと対戦することになったコリー・グレイブスエイドリアン・ネビルの助っ人として登場するが敗戦した。 11月18日、WWE に昇格して、RAW カントリーにて、ラインストーンカウボーイズと対戦することになった、アールトゥルースのパートナーとして登場し、WWE デビュー戦を勝利で飾った。12月、ブローダス・クレイの入場曲を使用し、彼のバックダンサーであるファンカダクタイルズと共に、入場したがクレイから因縁をつけられ、構想に発展。 直接対決では敗れたが、試合中のクレイの前に入場で翻弄し、構想としては勝利に終わった。2014年4月よりルセフとの構想が起き、5月4日のエクストリーム、ルールズ2014にて、アールトゥルースと組んで、ハンディマッチを行うが試合開始前に襲撃され、立ち上がることもできないまま敗戦した。11月より、ビッグ E、コフィキングストンとゴスペルギミックである、 ニューデーなるユニットを結成して PV を開始し28日のスマックダウンにカーティス・アクセルスレーター・ゲーターとトリオマッチを行い勝利した2015年4月26日エクストリーム・ルールズ2015にてビッグ・イーキングストーンのセコンドとして WWE タック・オーザを保持するブラスリング・クラブに挑戦終盤にピンチになったキングストンを助けるために リフェリーの注意をそらして、勝利をアシストした。シャイニングウィザード WWE 時代で、ニューデー結成以降のフィニッシャー。ロストインザ・ウッズ WWE 時代で、ニューデー結成以前のフィニッシャー。リバースストンプフェイスバスター。相手のワゴに片足を当てた状態で倒れ込む。リミットブレークスプリングボード式のエルボードロップ。一ドロップを歩いてから決める。 トルネード DDT オーナーロールローリングサンダーからクローズラインを決める。カルチャーショックティネに所属してからフィニッシャーとして使うようになった。ダイビング DDT。ティネ時代はアクトという技名であった。ファイヤーマンズキャリーカッタークリード DT、ハンマーロックレックスウィープ DDT、モンティフィスコパンチを3連打決める。トロンボーン技ではないが、ニューデイ以降のウッズのトレードマークとも言えるアイテム。 時には、攻撃に使い動機には、WWE ユニバースを煽るのに使うウッズには、欠かせないものとなっている。クリス・ジェリコによって、トロンボーンのフランチェスカが壊された際には、番組内で追悼式が行われ、追悼記念 T シャツも作られた。NWA アナーキータッグ王者時代、WWEW、コフィキングストーンビッグ EW、 コフィキングストーンビッグ EFCWW ウェイスブリスコティネ W ジェイリーサル DSW その他 W ヘイデン・ヤングありがとうございます